今バイデン政権は WHO との間にある協定をまとめようとしていますその協定はパンデミック時のアメリカの政策を決定する全権限を WHO に与えるというものですこの法的拘束力を持つ協定がひとたび発行すれば WHO すなわちジュネーブに本部を置く世界保健機関に パンデミック時の国内政策を管理する全権限を与えることになりますこれまで WHO は各国政府が助言を求めるヨーロッパの諮問機関に過ぎませんでしたしかし今彼らは各国の政策について決定権を握る機関になろうとしているのです具体的にはワクチン政策都市封鎖学級閉鎖市民交流の追跡 さらには、公式見解とされたシナリオに反する言論のオンライン上での監視などが対象とされます。ここに至るまでの経緯を説明しましょう。そのためにはまず、数ヶ月前まで遡って、ある文書について説明する必要があります。時計の針を半年ほど巻き戻しましょう。昨年9月、アメリカの保健社会福祉省のザビエル・ベセラ長官は、 WHO との共同声明を発表しましまたアメリカ WHO 間の戦略対話と呼ばれるこの声明の中で戦略対話のの目的は特に以下の通りであると述べられていますアメリカ政府と WHO の長年のパートナーシップを最大限に活用しアメリカ国民を含む世界中の全ての人々の健康を保護促進するためのプラットフォームを開発する。 この声明が発表されたのが昨年の9月ですそして今年の2月1日に国連とアメリカによる議論の中からパンデミック条約のゼロドラフトと呼ばれるものが出てきましたこれは条約の基礎となる草案です国連はこの条約によって WHO を通じて膨大な権力を手にすることになります例えば世界を共に公平にと題したサブセクションには WHO にグローバルパンデミック緊急事態を宣言し それをを管理すするる権限を与えるとありますでは実際にどのようなことが起きるのでしょうかもし WHO によって健康上の緊急事態が宣言されれば。 この協定に署名した全ての加盟国は WHO の権力に服従することになりますそれは治療法からロックダウンやワクチン接種義務といった政府規制にまで及びますさらには WHO が世界のサプライチェーンを掌握し各国の国民を監視する権限を持つことになりますパンデミックの初期を思い出してみてください国や地域によってワクチン接種義務やワクチンパスポートの発行 追跡ソフトの導入などはそれぞれぞでしたしかしこれからは WHO という単一のグローバル組織の管理のもとに世界規模で同時に行われようとしているのです医薬品に関してこの新しい協定は全ての加盟国に対して以下のことを要求しています規格外のあるいは偽造されたパンデミック関連製品を監視規制するようにこれまで WHO やバイデン政権が打ち出してきたさまざまな政策を考慮する限り 彼らはこれからも新しく開発されたワクチンの接種を国民に強制するでしょう。それと同時に、新種のウイルスに対して、ワクチン以外の医薬品や治療法を実践する医師らを妨害する可能性が非常に高いです。実際どういったことが起こると考えられるのか、私たち大紀元は医師のメリルナス氏から見解を伺いました。